皆さんこんにちは。元夫が歌手の森進一さんで、長男はワンオクロックのタカさんとしても知られている森まさこさん。新彼氏と再婚間近の真相、森進一さんとの離婚の真相と病気、中絶堕胎の噂や山口百恵さんとの関係について紹介していきます。森まさこさんの再婚の噂ですが、2021年7月21日発売の週刊文春では、歌手の森まさこさんと40代の交際相手とのトラブルを報じています。驚きの記事内容ですが、元彼氏の A さんによると、森まさこさんと数ヶ月の交際があったということ。2人の LINE やメールのやり取りも残っているようです。また森まさこさんと A さんには体の関係があったと語っています。 A さんと森さんの LINE の内容には何が書かれていたのでしょうか。コンサートで出会った A さんは森まさこさんと仲良くなり、連絡先を交換した後に A さんにショートメールが届いたそうです。ずっとこれからも一緒だよ、二人だけの秘密だよ、大好きだよ A、 マネージャーにも言わないでね。森まさこさんに火がついたかのごとく、それからは毎日数十件に及ぶメールが届いたそうです。そして引退2ヶ月前の10月22日、コンサート会場の舞台袖で森まさこさんからキスをされたと A さんは語っていました。森まさこさんは引退したら A さんの近くに住むというほど A さんに気持ちを寄せていた様子でした。しかしキスを交わした直後から森まさこさんの態度が急変、森まさこさんからの LINE や電話が次第に減りました。焦りを覚えた A さんからのメッセージにも冷たい返事が届くようになりました。もうやめよう、疲れた、今までのこと感謝してる。この頃 A さんは森まさこさんからのお願いに応え、医師に睡眠薬ドラールを30日分処方してもらい、森まさこさんの自宅に送付したとも明かしています。引退を控えて精神的にナーバスになっていたのかもしれません。森まさこさんのあまりの豹変に A さんは思わず感情をぶつけたメッセージを送りました。世間にこれまでのやり取りを出して自分が間違っているかを知りたい。対して森さんはこんなメッセージを返しています。きっとやり取りした話なんか録音してたんだろう、恐ろしい、今回が最後、さようなら、墓場まで持っていくと言ってたのに。しかし A さんの懇願により、2020年2月4日2人は都内のホテルで密会。 A さんによれば男女の関係を持ったそうです。また2月15日にはA さんのスマートフォンに残るメールや音声を消すという約束で再度2人は会い、そしてまた体の関係を持ちました。 A さんは約束通り音声やメールを消去し、関係が修復することを期待していたといいます。しかし2020年2月には突然森まさこさんと連絡が取れなくなりました。この後 A さんに対して森まさこさんの事務所がストーカー被害を受けたと被害届を出したそうです。この後どうなったのかは今になっては分かりませんが、引退理由はこの恋愛のいざこざかもしれませんね。次に森進一さんとの離婚間近ですが、森まさこさんは家庭と仕事との両立がうまくいかないことを悩むようになり、ジョイントコンサートを続けることがかなりの辛労となり、パニック障害を患い、2005年には緊急搬送され入院してしまいます。しかし夫森進一さんにわずか1日で退院させられてしまうのです。この1日で退院させられたことからメディアでは不仲説が報じられました。このような積み重ねにより森まさこさんは息子を連れて別居し、退院から2ヶ月後には離婚しています。離婚後の芸能界復帰でしたが、仕事の方も順調に全てがうまくいっているかのようでした。そんな中彼女を襲ったのがうつ症状のひどい更年期障害でした。疲れやすい、やる気が出ない、食欲不振、吐き気、引きこもり等の症状に苦しめられたといいます。それから約2年が経過した時、自宅で子宮からの洗面器いっぱいになるほどの大量に出血をしました。貧血で立っていられなくなるほどだったそうです。病院での診断は子宮筋腫、大小さまざまな筋腫が50個くらいできていることが発覚します。少数の筋腫であれば閉経とともに消えてなくなりますが、森まさこさんのケースは再発しやすいタイプなため、医師からは子宮の全摘を勧められていました。しかし
森雅子さんは全摘治療を避け、2009年に子宮を温存するレーザー治療で筋腫を除去する手術を受けられています。この手術で子宮頸がんが発覚します。早期の段階で転移もなく子宮筋腫の手術と同時に子宮頸がんも切除することができましたが、本人は相当ショックだったといいます。術後1ヶ月の検診で、小さなシャボン玉のような細かい筋腫が子宮の内側の壁にくっついていると告げられたそうです。その後、何度レーザーで焼いても新しくできるため、ホルモン療法で様子を見ることになるのですが、副作用に悩まされました。そして2009年に卵巣を残す形で子宮全摘手術を決断。無事完治したそうです。そんな森雅子さんに中絶堕胎の噂が出ています。その噂の真相について調べてみたところ、森進一さんの元奥さんの大原玲子さんが子供を中絶堕胎していたため、森進一元奥さん中絶堕胎のキーワードから森雅子さんが中絶堕胎したと勘違いしたと言われています。次に森雅子さんと山口百恵さんとの関係ですが、山口百恵さんはデビュー前にホリプロから先に歌手デビューしていた森雅子さんの家に居候をしていたそうです。少女時代、風呂なしの長屋で貧しい生活をしていた森雅子さんとその家族は、森雅子さんのデビュー曲「先生」がヒットしたことで、デビュー直後に東京校区のマンションに引っ越して新しい生活を始めていました。森雅子さんの家はマンションとは言っても 2DK の小さな間取りで、山口百恵さんに個室など与えられず、なんと山口百恵さんは森雅子さんの4畳半の個室で共同生活していたそうです。森雅子さんの家に居候を始めた山口百恵さんは、中学校の授業が終わると森雅子さんと一緒に仕事上についていく付き人として、歌番組などに出演する森雅子さんの傍らで、森雅子さんサポートをしながら芸能界の仕事を間近で見て学んでいったそうです。同い年とはいえ、この時の2人の立場はスターと付き人でした。しかし仕事が終わると森雅子さんと山口百恵さんは揃って森雅子さんの家に帰り、一緒にご飯を食べ、お風呂に入り、一つの小さなベッドの中で眠りについていたそうです。今でも山口百恵さんと森雅子さんはメル友としてつながっているそうです。いかがでしたか、森雅子さんの森雅子が新彼氏と再婚間近の真相を紹介していきました。森雅子さんは芸能界を引退されていますので、第二の人生を楽しんでもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。